と開幕戦やっていこうと思います。開幕戦。全員にチャンスがある。このね、強豪じゃないチームとやるときの厳しさ。っていうのを今回見せれるかなと思ってますと。この色がいいな。色が被らないし。色かぶりがね、一番辛いんだよ。だからこのマルセイユの白っていうのはある意味いい感じ。どうしようかな。ジョアン・フェリックス出してみようかな。で、カナレス。カナレスいける？じゃあトラオレ。トラオレ。引いてるチームだからな、多分これ。相手が。引いてるチーム相手に何したらいいのか。ジョアン・フェリックスはチャンスメーカーか。じゃあ下がってくるよな。ここの位置ってペイエがいいの？ひょっとして。で、クリス、エリクセン、アダマトラ、オレ、で、セルヒオ・カナレス。はい、じゃあちょっとやっていこうと思いますと。そうそう、ディフェンス陣補強したんで、まあ、守備は硬くなってるかなと。で、あと、アダマトラオレってやつは、爆速、の選手。ただこの展開だと役に立つのかなっていうふうに思ってて、多分ガン引きしてくるから、相手が笑えるぐらい。うわー、いかん。なんなんだ、この。おい。よし、取れた。ペイエ、早いでしょ。オッケーって感じだったんだけどな。オッケーって、ぶつかっちゃってる。あ、俺だったのか、あれ。カバールはね、バイエルンの選手で、まあまあ、取れたから取ってみた。フィーユってどこだっけ、あれ。センターバックじゃなかったっけ、お前。あ、センターフォワード。カナレスって右だっけ左だっけ、利き足ちょっと見てみよう。あ、左か、やっぱ。ディフェンシブミッドフィルダーやるんだったらこれか、この形がいい。攻めあぐんでるな。おい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 。おいち。何してんの？ドンちゃん頼む。弱小チームでやるときはもうとにかくね、このカウンター気をつけないといけない。うわー。いけ。もうひたすらね、もう20分経ってるっていうぐらい、とにかく守備ブロック壊せる選手いるな、これ。でかいやつか、でかいセンターフォワードか、超絶技巧。ジョン・フェリックスにそれ期待してんだけど、違うみたいね。
ちょっとこれ攻撃人数増やした方がいいかな。こうしよう、2トップにしよう。で、エリクセン前に出そう。で、ロードリ1人残すと、なんかブラジル代表みたいになってるな。OK。お、入った。オンゴールだ、ラッキー、ラッキー。で、ここからやることは何をやるかっつったら、はい、カウンターサッカー。ウィング、ジョン・フェリックスはここでいい。で、ペイエとカナレスを下げる向き。もうね、これぐらい下品でいいんだよ、サッカーは。で、ペイエトップした、ジョン・フェリックスを、まあ、ウィング気味で使っていく。うん。OK。ラッキー。いやー。もうね、弱い相手だろうが何だろうが、油断したら負けるからね、このゲーム、サッカーってゲーム。よし、OK。相手が一番嫌な展開。おう。よし、攻めてきてるな、相手は。いい感じ。あー、危ね。こっちもオンゴールになるとこじゃん。ヘイ、イエー、エリクセン。もうこっちもね、余裕持って回していこう。もう点取る必要ないから、よし、この位置でプレッシャーかけていくと相手がもう嫌がる。ペイペイエペイエとジョン・フェリックスの超絶尾行をここで生かす。オッケー。おう、はい、な、まあシュートで終われたらオッケー。うん、こういうね、ガン引き野郎はね、もうとにかくね、押し潰す気持ちでいかない。オッケー。エリクセンかっこいい。だからね、あと1枚2枚買えるから、お金的に。超絶技巧の選手を2枚ぐらい欲しいな。あっぶねえ。あぶねえ、後半は。まだしばらくこれでいいや。アナマトラ俺は、セカンドトップの方がいいかな、動き的には。いや、ウィングでいいや。多分相当変ってこのフォーメーション取ってる。感覚としては前目で取って、
で、カウンターしたいよね。とにかくシュートコース、パスコースを消す。それが守備。あ、今いけたのに。ティアニーが。OK。エリクさん。ペイヤー。ああ、いけると思ったのに。つうか、負けててもまだこれだけ守備に人数かけるんだ。よし。とにかく追い詰める。で、雑なパスが来たらラッキーで。カウンター。OK。セルヒオ・カナレス。うわ。まあ、あの体勢じゃまともなクロス入らないよね。よし、交代しよう。トラオレが多分お疲れだから、当番。あとお疲れちゃんは、ジョン・フェリックスいいとこなかったね、この試合。ミリク、で、ペイエ、ピャニッチ。どうしよう。エリクセン走らせようかな。で、ペニッチ。ペニッチ、パサー、ロドリ。セルヒオ・カナレス。10番のコンダクターで、これでよしと。スーパーサブ欲しいな。ちょっとスーパーサブ3人前買ってこよう。交代枠用に。えい。なんか今ピーテンなってない気がした。うわー、危ねー。やっぱキーパーいいの買っとかなあかんね。よし。無理しないよ、こいつらカウンター超狙ってやがるから。普通に守ってればね、そんな点にはならないと思う。このメンツ。なんでそっち蹴んの。追加点欲しい。はい。エリクセン、ピアニッチ。左利き、こいつ。硬いの守備が。まあ、これがフランスなんだよね。フランスは守備が硬いチームが多い。嫌がらせかってぐらい守ってくるからね。セルヒオ・カナレスが、うわー、あぶね。アウチ。オンゴールで勝ちっていうのはしょぼいな、なんか。まあ、勝ちは勝ちなんだけど。OK。
ミルク、ていうか、ウィングいたんだっていう。アバール、おい。え、入らない。マジで守備固いな、これ。いや、マジで負けてるんだよねって感じだよね、ほんと、今、向こう。俺がこんなダッシュボタン使って珍しいでしょ。中央、勝て。人数の割き方が一応尋常だな。おお、危ねえ。パバール。リスク負いたくないな。オッケー、入らないか。おー、まあまあ、しまらない試合だったな。うわー、見どころなし。まあまあ、こういう試合もね、リーグワンにはあるっていうか、じゃあ、終わりまーすと。